夕方に来たら、メイヤーさんたちがいて、大丈夫なのかな？会えるのかな？じゃあ、カエル探そうかな。でも、時間あと6時間か。あ、お供えして、カエル探して、泣いてる原因を知りたいんだけど、どうやって知ればいいのかな。あ、この人も取っちゃおう。うん、1枚だけね。これをアンに見せればいいんじゃないのかな。でもとりあえず金え玉拾いに行こう。よいしょ。あ、またゲコゲコ言ってる。あれ、あの赤いのじゃないの？4、5、6、7、8。腐ってるのが、あれ？こないだ腐ったのできたのになくなってる。あの赤いのそうだよ。うっ、グロテスクだ。待って、ゲゴ。お、すんごい色だな。すんごい色だな。そっか、声が聞こえるところにいるのか。じゃあ、さっき。さっき家の近くで聞こえたよね。ここら辺で。ほら。びっくりした。お金か。ゲコゲコはどこ？どいてよー。うーん、あ、餌あげてなかったかな。ああ、声聞こえるんだけどな。こっちか。え？これシャワー。あ、この辺で声が。どこだ？でも寝ないといけない。すごいゲコゲコ言ってるんだけどな。5匹だっけ。さて、じゃあ、前回編集の時に見つけたカエル、家の外のカエルをちょっとチェックしたいと思います。ここだよね。よかった、くい。失礼しますねよ。ごめんね、どいてね。あれ？よいしょ。あれ？これ、どうやって撮るんだろう。あ、ポストじゃない。このタオの家どけるとか、どけらないよね。どうすんのかな。
ろだよな。お、もう一匹でおびき寄せるとか。ダメか、ダメか。出てくるのを待つのかな。いたのにな、いたのにな。待って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 。むしゃむしゃ。もうちょっと行ける範囲広げたいんですけど、そうするとなんかお金を貯めてモノレールとか広げていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、なんだっけ、いくらで何が、よいしょ、芋。いくらで何ができるんだっけ。で、聞いてみよう、出し方。これいい、これいい。殴られるかなとは思ったんだ。やっぱりね。あ、ミーヤさんまたそこか。あれ、市長室には入らないの。村長だっけ、市長だっけ。あれ、いくらで何ができるとか言うの。とりあえず20万貯めればいいんだっけ。振り込んどこか。今いくらあるんだっけ。全部いっちゃえ。残り13マネ。目標にはあと6万300マネ。6万か、キノコと釣りでなんかいけそうな感じだけど。願い玉、空の願い玉とウェドレス。聞いてみよっか。あー、ウェドレス、他の人にも聞いてみよう。昼間はキャンピーの相手しないといけないから。お兄さんみたいなことを言うんだね。よかったねよ。うん。あ、それだけ？女優の卵さんとこもう一回行ってみようか。でも泣いてるんだよね。話し気になれないとか言われるんだよね。ね。これはダメ？じゃあこれは虫か、虫か。カエルも探したいし、いろいろ目的がバラバラ。カエルが帰る。これでメイヤー殿に挑戦でしなくていいから。あ、またお腹空いてる。なんか買い物あるかな。明日発表か。これおもちゃだっけ。決まったよな。あ、そっか、全部払っちゃったんだ。ライドポテト、掃除機。